島先生、島先生、はい、なんですか、ごめんなさい、わたわたしちゃってる。変な本ください。今日の変な本はサブリナ。変な本ポイントは3つあります。1つ目は漫画なのにブッカー賞ノミネート、2つ目はこの表現がすごい、3つ目は記憶に残り続ける本という3つのポイントで紹介したいと思います。で、1つ目は漫画なのにブッカー賞ノミネートっていう項目なんですが、ポイント、ブッカー賞ってあるじゃないですか。ありますね。ね、よく耳にすると思うんですけど。しますね。ブッカー賞。うちの母親もよく。あ、ブッカー賞。そわそわしますよね。ブッカー賞の時期になって。いや、ごめんなさい、しますね。わかんないです。ブッカー賞なんですか。ブッカー賞って、はい、イギリスのすごい権威のある小説、長編小説の賞。だ、日本でいう、まあ、直木賞みたいな感じ。おお。なんですが。はい、そのブッカー賞に、これサブリナって漫画なんですけど、今一次選考にノミネートされた、うん、といって話題になったんですよ。まあ、考えてみてください。直木賞に漫画がノミネートされましたってビビるじゃないですか。ビビりますね。っていう感じで、このサブリナはブッカー賞にノミネートされたというね。それ作家たちはもう終わったと思ったでしょうね。ブッカー賞は小説の砦だったはずなのに漫画に駆逐されると、怖かったでしょうね。やってきたぞと、漫画がね。直木賞にだって漫画ノミネートしたら作家たちはもうピリッとしますね。ピリッとしますよね。嫌いになりますよね、無条件で。ただこれはね、すごい、ま、僕は大好きな漫画で、はい、ブッカー賞っていうこの小説の賞にノミネートされるぐらい、まあ、文学性というか、ね、うん、物語性があるっていうので、まあ、僕はちょっと納得する面もあります。で、これどういう話かっていうと、これサブリナさんってこの女性がねいるんですけど、冒頭出てくるんですけど消えちゃうんですよ。失踪してしまうっていう出だしで、でこのサブリナ失踪後の余波みたいな、例えばサブリナと同居してた彼氏とか、サブリナの妹とか、同居してた彼氏の友人とかがメインの登場人物になるんですけど、主人公不在の物語みたいな、まあ、実際はその、まあ、サブリナがいなくなった後残された人たちが主人公になるという感じなんですね、はい、失踪事件が投げかけた波紋が広がっていくというか、みんな揺れていくみたいな話なんです。これがね、結構最近出た本でして、2018年かな、で19年に翻訳、日本でね、されたんで、非常に今風な、現代のなんかツールをたくさん、まあ、出てきて、例えば SNS とか、あるいはフェイクニュースとか、うん、陰謀論とか、うん、っていうのが結構重要なキーワードになってきたりする。結構ね、読んでると、現代人は結構身につまされるところがあったりする。ポイント2、表現がすごい。これサブリナ見たいっす。中なんですが、はい、これ開けますとね、まあ、どんな漫画かっていうとこんな感じなんです。これサブリナね。で、非常に小回りが独特じゃないですか。はい、本当になんかタイル敷き詰めたみたいな四角四角四角で、これがずっと続いていくんですよ。うん、日本の漫画では、日本の漫画ではほぼないんですよね。こんな感じで、だ一見すると非常に読みにくさすらあるんですが、これがねずっと続いていくっていうコマ割り、まあ、これはあの肩にかけるシーンですよ。2コマ使うんですね。何ですか。こことここですよ。これで2コマ使ってますよ。非常にね特徴的な表現で、しかもこれパッと見てわかるんですが、色合いがこうサイドが低いっていうか明るくないんですよ。あ、確かに。これはずっとこのね淡い感じのままずっと続いていく、こんな感じの色合いでずっとなんですよ。これね、これがサブリナだったの、つまり男性か女性かもわからないと。そうですね。しかもビートルズじゃん。そうですね。しかも人物の表情が非常に無表情で、まあ、これちょっと笑ってる手で、まあこれぐらいですよ。あと非常に無表情で、はい、何を考えてるかすらも顔からはちょっと汲みにくいというか、みんな似たような顔してるので、あのこの人物って誰だっけみたいな、間違って読んでたりとか、うん、これがサブリナ、こっち妹だっけみたいな、はい、多少ね混乱も巻き起こすという、引き起こす、ほう、なんか表情も分かりづらいし、人物の差もちょっと分かりづらかったりするし、はい、小回りはあんな感じだし、サイドは低いしっていうね、あの普通の漫画ではありえない表現の方法。じゃあ悪い見本ということで。と思いきや、まあいろんな人がこれを、まあ、の評してますけど、やっぱこれは必然的な表現だったんじゃないかと。これがゆえに、
なんかずっと平坦なあの感じも受けるし、ものすごく抑制された感じ、抑圧された感じにも取れると、うん、でも怒ってるストーリーはサブリナっていう人がいなくなってしまったと。で、周りの人にとってみれば、まあ、すごい大事な人なわけじゃないですか。それがいなくなって、さっきの同居してた彼氏、放心状態みたいな、ずっと何をしていいんだろうみたいな感じで、これ絵を見て分かるかどうか分かりませんが、この友人の家に居候するというか泊めてもらうんですよ。1ヶ月後なんですけど、1ヶ月後にその友人の家に一緒に住むことになって、ただ家にいてもずっと何もしない、食べることすらもしないんですよ。友人が無理やりチーズバーガーとか食わして、なんとかおかゆ的なものはないですか。まあアメリカでおかゆはチーズバーガーだったりする。いい文化だな。でも怒ってることは大変なことなわけですよ、うん、ね、人は非常にダメージ受けてるし、心境的に、うん、でもあとそのサブリナ事件も実はその後進展があるんですよ。いなくなったけど、じゃあどうなるのっていうの、結構ねショッキングな展開になっていくんだけど、絵はずっとあんな感じで、色もあんな感じなんで、なんかずっと抑圧された感じ、淡々と。さっきのその放心状態の友人は、ある日ラジオを家の中で見つけてかけたら、陰謀論者のラジオ局につながって、ずっとそれを聞くことになって、これ途中から僕もこれ参っちゃいましたけど、これラジオを見つけて聞くとかなんだけど、これずっと小回りのセリフの中に陰謀論者のラジオのセリフがずっと続くっていう、延々これずっと。でこの後も彼のシーンはずっとこんな感じで、これ僕読まなきゃ言えないのみたいな、こんなね、うわ重いなこれは。彼の心境に読者もなる、ずっとこれを見てる感じ。このサブリナ事件には実は裏があるんじゃないかとか、その陰謀論者はずっと唱えてるわけ、うん、実は裏の世界があって、誘拐したりとか、なんか巨大な勢力があるんじゃないかみたいな、こんな感じね。っていうのをずっと彼は聞いていて、僕たちもそれを読まされる、うん、あるいは友人が居候してきたわけで、いいのね。でその友人宅、友人が居候してくるんで、その友人の方は軍人なんだけど、彼はあることがきっかけでテレビに映っちゃうんだね。でもちろんサブリナ失踪事件っていうのは話題になってるから、はい、あいつおかしいってなっちゃって、その瞬間からメールが来ると、受信トレイ223みたいな、233か、知らないとこからメールがガンガン来始めると、うん、自分で検索したらこう、はいはいはい、予測検索であいつはおかしいとか怪しいとかっていう風に、彼も話題の中にどんどん取り込まれていっちゃうみたいな。その送られてきたメール、陰謀論者がね送ってきたメール全文公開みたいな感じで、僕これ読むんかいみたいな気持ちになって、これはすごいですねっていう風にね。だから最初に言ったように、 SNS とか陰謀論とかフェイクニュースっていうのがもうまさにその登場人物たちの周りをどんどん侵食していくみたいな、はい、変な本だ。いや、もうこれはあの、まあ、すごい、まあ、傑作だと思いますけど、あの3番目のポイント、記憶に残り続けるって話なんですけど、登場人物たちはサブリナがいなくなったことによって、そのサブリナ不在のままずっとサブリナのことを、まあ、思い続けるというか、サブリナ事件のことをね、後々になってもずっと残るんだけど、読者もこれ僕読み終えた後、夜中にね、はい、読んじゃったっつって寝て、やっぱりずっと残るわけ、この話が、うん、でこれ何なのかなと思って、たまにあるじゃないですか、本でも妙に残る本とか、なんか忘れられないなみたいな、いい本ですねそれは。いい本だと思う、内容が内容だけにこれだね、うん、で なんで残るのかなと思った時に、これってさっきも言ったように表情も読み取りづらいし、人物もちょっと分かりづらいし、平坦なままずっと進むんで、なんかその隙間を読者が埋めていく感じ、彼は何を考えてんだろうとか、これってどういうことなんだろうとか、自分で隙間を埋めていくので、なんか自分がこの物語に加担してるような、参加してるような気持ちになるので、なんかこう引き剥がされない感じ、物語に自分自身が、はい、っていう風になるのかなと思ったりして。どうですか平先生、この本これは手目なしで変なことじゃないですか。もうまあ文化賞ノミネート、一時選考にノミネート回って、まあ、世界中で今翻訳されてますけど、まあ、日本でもね、早川が出してるんですよこれ。だからね、早川の担当者もなんか文化賞に漫画がノミネートされたらしいって言って取り寄せて読んで、こんな感じなんだって言ってまた出したと。だ日本の読者はあの黒沢清とか北野武とか、なんかそういう感じもある、静かなところに狂気があったりとか、そこをなんか読み取らなきゃいけなかったりとか、はい、隙間があったりみたいなのはね、
ちょっと黒沢清志、北野武っぽさもね感じたりするかな。ということで、はい、矢先生、気になるのは続きか。サブリナ変な本レベル星いくつですか？3つです。こっからもうオフレコの喋りしててもいいですか？試しに言ってみてください。いや、こういう才能がある人をこうちゃんと評価されて見つけてもらえてる国っていいなって。これ日本だったらガロに、ガロ以前だったら押し込められてですね、まあ恵比寿さんと一緒に連載することになる。まあ光栄なことですけど。一番いい状況が、あの浦沢直樹先生に満遍で呼んでもらえて満遍のゲストで書かれていたら